中韓の盲言、領土外交とアメリカということで、国際政治アナリストの伊藤寛さんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まあいろいろとこの間の、はい、野田首相の国連演説に続いて、はい、中国韓国の外相の、ね、発言とありますけれども、どうでしょう、アメリカはこういった一連の流れをどのように見てるんでしょうかね。今のアメリカの国務省はご存知のように、はい、日本と韓国もしくは日本と中国の問題でどちらかの味方したくないと、はい、で僕がだいたい2週間ぐらい前にちょっとペンタゴンの上の人が出るミーティングにたまたま出たんですけれども、はい、その時も非難が石原慎太郎さんに非難が集中してまして、で石原がこういう問題を起こすから、野田がやむを得ず国有化せざるを得なくなって、日中間がごたごたしたと、で彼らの喋り方 とか態度を観察してると、要するにもう面倒なことに巻き込まれたくないと、で日中間で例えば軍事紛争になるようなことになると、今のアメリカは巻き込まれたくないと、でだからどっちが正しいかとかいう問題よりも、アメリカの国益として日韓もしくは日中の領土紛争に本気で介入するようなつもりはないというのがアメリカの態度ですね。ちょっと一つそこで気になったのは、はい、石原さんはアメリカのヘリテージ財団で最初そもそも演説をするときにこの問題をぶち上げたということから、アメリカの一部勢力のいわば許可というか暗黙の了解を得て動いたんじゃないかという見方も根強くあるんですけれども、それはどうなんでしょうね。今のアメリカに日本に本当に強くなってほしいと、で日本に本当に自主防衛能力を持たせて中国をカウンターバランスする、つまり中国の拡張性主義をチェックエンドバランスというんですけど、牽制してバランスしてほしいと考えている人たちは、いわゆる日本のマスコミに出てくる親日派とか知日派とかいう人ではないんですね。ないんです。そこはちょっと誤解しやすいですね。アーミティッジとか名前出しちゃうと、アーミティッジとかジョセフ・ナイとか、マイク・グリーンが日本は強くなってほしいと言っても本気で独立国になってほしいと思ってるわけじゃなくて、要するにジャパンハンドとか、ジャパノロジスとか言われる知日派とか、自称親日派ね、心の中でお腹の中でどう思ってるか別として、自分は親日だと言ってる人たちは日本に独立した自主防衛能力も出したくないと、だけどいわゆるアメリカには対日関係をハンドリング いじってるつっちゃうんだけど、扱ってる連中と、それからアメリカ全体 の世界戦略ですね、これグランドストラテジーって呼ぶんですけども、グランドストラテジーを専門としてる人たちはもう違う人種なんですね。でも書いてることも全然違うんです。で例えばキッシンジャー、ブレジンスキー、スコークロフト、それからモーゲンソー、ケナン、それからシカゴ大学のミヤシャイマーとか、そういう連中はみんなグランドストラテジーレベルの仕事をしてきたわけです。でこのグランドストラテジーレベルの仕事をしてきた人たちの中には、もうアメリカが中東と東アジアを一緒に支配し続けるっていうのはしんどくなってきたと、お金もないと、そうすると日本が核を持って、そうやって中国の拡張主義を牽制すると、カウンターバランスするというのは長期的に見て必ずしもアメリカの国益にマイナスじゃないと、だからしかもグランドストラテジーを扱っている人たちは国際構造が多極化するのはこれはもう不可避であると、だから日本が自主防衛能力を持って東アジアで中国の覇権と均衡状態を作るっていうのも、これも16、17世紀から1914年まで続いてきた多極構造におけるバランスオブパワーという点ではおかしくないと、だから例えばシカゴ大学のミヤシャイマンにしても、コロンビアのウォルツにしても、それから実はオープンには言いませんけど、ハーバードのスティーブ・ウォルトとか、それからテキサス A&M のクリストファー・レインとか、
それから実はブレジンスキーもプライベートな場では、うん、日本が核を持ってもおかしくないと、うん、それからもちろんキッシンジャーも何か核入ってますよね、多極化するから日本は核を持たざるを得ないと、そうするとグランドストラテジーレベルの人は、日本が本当に強くなって、ストロングジャパンですね。そうそうそう、だけど、もう一度繰り返しますけど、アーミティジンがストロングジャパンと言ってくださる時は、本気で言ってんのか、はっきり言って半分以上リップサービスで、やっぱり日本にアメリカ軍を置いといて、日本が自主防衛能力を持てない状態にしておいて、それでアメリカは強い日本を望んでいるって言うんですけれども、これがミアシャーマンとかウォルツとかのレベルになるとちょっと話が違うんですね。で、石原さんの話に戻りますけれども、僕は石原さんがそういう日本は本当に自主防衛能力を持って中国の拡張主義をカウンターバランスすべきであるという人たちと話をつけて尖閣問題を持ち出したかというと、僕はそれはやってないんじゃないかなっていう、要するに石原さんそこまでやる人じゃないっていうふうな印象を受けてて、でむしろ石原さんはパブリックパフォーマンスが好きだから、ヘリテージってあれ言えばみんなが驚くだろうと、でしかも、彼なりの愛国心はあるから、日本人の国防意識をね高揚するのにいいだろうというふうに思ってやったと思うんですけれども、アメリカのそういう日本が本当に自主的な核抑止力を持って自主防衛すべきだと思っている人たちとコンタクトしてコーディネートしてあれをボーンと打ち出したかっていうと、そういうことはやっておられないという、と思いますけど、なるほどね。まあ、じゃあ聞いた限りではその伊藤さんがお出になったそのペンタゴンのグループは、少なくともそのキッシンジャーさんをはじめとするシカゴ大のミアさんとかをはじめとする人たちと考えが近いということなんですかね。今で実を申しますと、ワシントンがちょっと精神分裂状態になってまして、精神分裂って言い過ぎかもしれないですけれども、外交政策エスタブリッシメント、それからナショナルセキュリティエスタブリッシメントと、安全保障政策とか外交をやってる連中はもうアメリカが1945年に作ったアメリカ軍がユーラシア大陸の西と真ん中と東を支配すると、これを彼らの言い方によるとユーラシア大陸のリムランド周辺地域を支配するという、これ1945年にできた体制なんですけれども、これを21世紀になってもずっと続けられると思ってるんですね。それで2年前に米軍の出した QED っていう公式の報告書で、実はもうアメリカは2つの地域で大きな戦争を戦う能力を持ってないと言ったにもかかわらず、やっぱり中東とそれから東アジアと両方支配しておきたいと。でこれがやっぱりね、どこの国だってやっぱり一旦覇権を握ったら、手放したくないんですよ。でいろいろ理屈をこねては、要するにアジアと中東と両方支配するということをやりたいんですけれども、実際問題としてオバマは今年の1月に次の10年間の国防予算を名目で5000億ドルレベルに、のまま停滞させると、ところがアメリカの兵隊さんの人件費っていうのは毎年 4% ずつ上がるんですね。で、アメリカの兵器の武器の購入費も毎年 8% ずつ上がるんですよ。そうすると名目予算ずっと停滞させておいて、兵隊さんとね、武器の値段どん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 毎年上がっていくんだったら、これはっきり言って、そう実際にね、買える兵隊さんの数と武器の数減っていくわけでしょ。でもしオバマが本気で5000億ドルレベル、もしくは5500億ドルレベルで停滞させるんだったら、次の10年間でやっぱり実際に買える兵隊さんの数と、買えるって言ってるかもしれないけど、雇える兵隊さんの数と、それから購入できる武器は3割ぐらい実質的に減るんです。だからオバマの議論は実質的に3割軍縮ということなんですね。で、そうすると普通 のマクロ経済学、もしくは財政学を勉強した人間だったら、こういう事態になってまでね、ユーラシア大陸だって、もうそもそもアメリカっていうのは西半球の国で、ユーラシア大陸の東半球で、東半球の、ね、こんなでかいのを
支配し続けるってのは無理なんじゃないかと、うん、でそれ無理なんじゃないかってはっきり言ってる人がだからウォルト先生とかハーバードのウォルトとかボストン大学のベーセビッチとか、うん、それからあのジョンズ・ホプキンスにマンデルマムとかいるんですけども、うん、その人たちはもう無理だと言ってるんですけれども、うん、実際に実務を担当している連中は、うん、派遣をあのギブアップするなんてとんでもないと、うん、で彼らの思考パターンから言うと、うん、日本にたとえ部分的にでも派遣を譲渡するもしくは日本にね自主的な核抑止力を持つことを認めて独立させるっていうのはその分だけ日本がアメリカの言うこと聞かなくなるわけでしょ。その通りですね。嫌なんですよ。だけどだから僕の目から見るとあのとにかくあのこのユーラシア大陸の西と真ん中と東を支配するっていうのは最初に作った時はアメリカの GDP が世界の 50% だった。でアイゼンハワーの時は 40% になって、うんうん、ニクソンがあのニクソンドクトリンっていうのをやって、うんうん、アジア諸国は自分のもっとね、うん、あのバーデンシェアリングっていうあれで自分でやって勝手にやってくれと。でそれからもう一つ勝手にじゃないけれどももっと国防、うんうん、努力をしてくれと。それから71年にあのニクソンショックっていうのをやって、はいはい、ドルと金 の, あの打艦性を、うん、あの時は 30% あったんですね。それであのブッシュの息子の最後の年になると 20% になってしまって、うんうん、現在は IMF に言わせるとアメリカの GDP のシェアっていうのは世界の、うん、世界経済の 18% なんですね。どうさん、ええ、でね、しかも IMF と CIA の予測によると、うん、2025年頃には世界経済の 15% まで落ちるんです、うん、あ、回復しない。ね、そうするともともと世界経済の 50%、40% あった時に立てたグランドストラテジーね、うん、ユーラシア大陸全部支配すると、うん、これをね、そうだから変えなきゃいけないのに、うん、いわゆるナショナルセキュリティエスタブリシメントと呼ばれてる、例えばもう言っちゃ悪いけどアミティッチさんとかジョセフ・ナイとかは変えたくないんですよ。で人間、それは人間の心理でそうなんですよ。引き下がりたくないと。そうでしょうね。うん、見たくない。そうそう、見たくないと。うん、そうすると僕なんか意地悪だから、うん、それはいいけどお金どこにあるんですかと。うん、お金ないじゃないのと。うん、で彼らもそれ知ってるんですけれども、うん、面白いことに、うん、外国人と会うと絶対認めないですね。なるほど。自分たちにも金がないっていうこと。そういうことを解決するためにこの間の QE3 というか、まあ。金融緩和をやって、でもあれを旗から見てるとなんだか破滅に向かってるように見えてる。それはねよくぞ言っていただきました。そうなの、ね、あのね、あ、そうですか。そうそう、あのね、はい、QE3 も実はアメリカのグランドストラテジーを支えるための道具になってるわけです、うん、でどうしてかっていうと、うん、とにかくアメリカはもう貯蓄率がゼロ で、うん、で財政赤字はもう毎年 1.3 兆ドルか 4兆ドル、低い時で 1.2 兆ドルと、とにかく GDP、ね、GDP の 8-9% 分は、うん、あの国債高さを出さなきゃいけないと、うん、それで驚くべきことに過去5年間、うん、アメリカ政府の印刷する、うん、あの発行する国債の6割は、うん、あの中央銀行、うん、あの、はい、フェデラルリザーブが、はい、今おっしゃった QE ですよね、クオンティティビーイージングって何かというと、うん、あの国債全部買っちゃうと、うん、で買ってどうするかというと、ドルをもう気が触れたように印刷しまくって、で世界中に流すわけですね、うん、でなんでそんなことするかというと、それやんなきゃもう予算が組めないと、うん、そうすると今でさえね、うんうん、あの軍事予算を停滞させると決めてる今でさえ、うんうん、そういう中央銀行が相当むちゃくちゃなことなんですよ。これ毎年発行する国債の6割全部買っちゃうなんてね。でそれをあのバーナンケさんはあの今月から毎年850億ドル買うと言ってるんですね、うん、そうすると1年でこれ1兆ドル以上になるんですね、うん、そうするとそうそう、あのね、去年と今年よりもっとひどいと、来年は、うんうん、もっと買うと、うん、そうするとあの金融危機を起こした時にアメリカ の, あの 世界の通貨市場に流れているアメリカのドルっていうのは全部で1兆ドルあったんですけど、今もう3兆ドル超えてるんですね。で来年の今頃になると 4. 点数兆ドルと、そうするともちろんますますドル安ということになるわけですね。でそこまでやってあの国債を買わないと今のアメリカ の, あの連邦財政制度っていうのは維持できないと。そうするとね、そこら辺でもう相当ね、ちょっと品の言い悪い言い方なんですけど、やばいと、相当やばい財政運営をやってて、でそのアメリカのが例えばよく言いますよね、
アメリカの軍事費は世界全体の軍事費の4割か5割だから大丈夫だと、で自衛隊の幹部なんかと僕がしゃべると、いや伊藤さんまだ大丈夫ですよと、世界の軍事費の4割5割をアメリカが使ってるからアメリカに頼って、でね、僕はそうかもしれないけどそれ全部借金だろうと、ね、でその借金を他の国はもう買うの嫌だって言うから中央銀行が買ってるんだよと、でこの中央銀行がアメリカの国債を大量に買い切りオペして、それであの英語でマネタイズするっていうんですけれども、マネーにしちゃうわけですよ。あのそれをね、もっと言っちゃうとデッドマネタイゼーションっていうんです。デッドっていうのは債務で、国債でしょ、で国債をマネタイズする、そのままパッと買ってバッとお札にして流してしまうと、でこれはいわゆるあの経済学でいうあのデフレギャップというのがあるときはできるんです、っていうのはデフレギャップっていうのは総供給能力と総需要の間にギャップがあって、要するに相当むちゃくちゃなあのお札をつってばらまくということをやっても、このデフレギャップがある限りあの失業率が高くて、それからあの生産設備の稼働率ですねが低いから、デフレギャップがあるときはあのそういうむちゃくちゃにお金すりまくると、すりまくってばらまくということをやってもインフレにならないんですけれども、一旦このデフレギャップがパッとあのなくなっちゃうと、そんな時ことをやったらあの第一次世界大戦後のドイツみたいにもうハイパーインフレになっちゃう。だからバーナンケさんも相当やばいことやってるわけですね。でバーナンケの言い分によると2015年まで続けられるっていうんですね、2015年までこのデフレギャップがまだそうするとあのその強烈な買いオペ始めたのが2008年ですから、はい、8、9、10、11、12、1、2、3もう、相当期間になりますね。でだけどあのバーナンケですらあの2016年になるとどうするか分かんないと破滅の時じゃない。そうそう、で問題はね、2016年には今よりもよほど引退者が増えて、それから利子の負担率っていうのももっと増えるわけですね、それからもっとちょっと具体的に言っちゃいますと今ですら老人年金に連邦予算の23%いってて、それで老人向けの医療費に14%、それから貧困者のための医療費に 8% って言ってるんですけど、特にこの医療費が毎年 7% か 8% 上がってるんですね。そうすると2016、17年以降の連邦予算は今よりもよっぽど厳しくなるんです、それと同時に2012年から2030年まであのベビーブーム世代が7800万人引退するということがありますから、とにかくはっきり言って連邦政府の予算の構造が次の30年か40年か良くなる要素はないと、それでバーナンケさんの話に戻りますけども、アメリカの中央銀行は2015年までは、この赤字国債を買い続けることができました、で16年以降は知りませんと言ってるわけですね、どうなるか、要するにどうなるか知らないと、なんかそういう話を聞くとね、ほんと最後はアメリカの場合は特に庶民とか仮想の人が割を食いそうな雰囲気ですけれども、日本人として気になるのはそういったこうジャブジャブとねドルを吸う政策を続けると、結局市場がリスクオフになってですね、日本円が相対的に買われて円高になると、こうなると日本経済もそのアメリカの政策のせいで大ダメージを受けるんじゃないかというところなんですね。賛成です。で、パクスブリタニカとパクスアメリカーナの最大の違いっていうのは、パクスブリタニカは要するにイギリス海軍が世界の海軍の5割か6割の強さで、もう圧倒的に強かったんですよ。ところが当時のイギリスの財政を見ると、イギリスの国防費っていうのは毎年の GDP の 2% か 3% で済んでたんですよ。なるほど。だから一見大英帝国はあんなにすごかったっていうんですけど、かなり安上がりだったわけ でしかもイギリスの毎年の経常黒字はもう巨大なもので、毎年のイギリスの国防予算の2倍ぐらいを経常黒字で稼いでたんですよ。そうすると経常黒字がたんまりある国が、しかもかなり安上がりの軍事体制を維持してて、
大英帝国をやってたと、うん、だからはっきり言っていつまでも続くんですよ、経常黒字がある限り植民地帝国、そう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 、今アメリカは大赤字国家だからイギリスは自分の国の、しかも財政も、ほとんど毎年財政黒字の状態だったわけですね、うんうん、そうするとイギリスは自分の国の通貨に信用があるから、イギリスはポンド本位制なんだけど、うん、金本位制もやってますよと、うんうんうん、でイギリスのポンドが信用できない人はいつでもバンクオブイングランド、うん、イギリスの中央銀行に来れば金の延べ棒に変えてあげますよと、うん、そうするとみんな本当に信用するわけでしょ、うん、だからポンド切り下げなんてケチなことはやらないわけですよ、うん、だって黒字がいっぱいあるんだから切り下げる必要もないし、で今のパクスアメリカなんての逆で、うんうん、要するに世界経済のアメリカのシェアっていうのは今もう 18% に落ちちゃったんだけど、世界の全体の金融市場を流れてる債券の 50% はアメリカのドルをベースとしたものなんですね。で株式も 40% はアメリカのドルをベース、それでご存知のように債券とドルを売るってものすごく儲かるでしょ。で要するに世界の金融市場の4割5割持ってたらこれはすごいわけでね、そういうことをやりながらおっしゃったようにドルをどん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 安くすると、うん、すると結局アメリカの株とか債券買った人はみんな損するわけですよ。アメリカの赤字を彼らが払っているもん。そう、その通りで結局アメリカの赤字を他の国がファイナンスしてあげると、でしかもドルはどんどん安くなっているんだから、要するにアメリカのが世界を支配するという覇権体制に対して。うん、他の国が補助金出してると、ひどい話だ。そうなんですよ。だからこの今のパックスアメリカーナと19世紀のパックスブリタニカっていうのは質的に違うものでね、うん、でイギリスの場合はだから第一次世界大戦という悲惨な戦争をやるまではやっぱり安定してたんですよ、パックスブリタニカのシステムが、うん、だけど今のアメリカっていうのは1987年に世界一 の借金国になってからどん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 貯蓄率も落ちるし、それから発行する国債はどん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 上がっていくしと、でバーナンケさんは2016年以降どうなるか知らないと言ってるわけですね、うん、怖いですね。アメリカの流れの中で日本が核武装に踏み切る、ある意味アメリカの合意も裏で取り付けられるタイミングっていつぐらいですか。アメリカにはその日本に核を持たせるか、もしくは日本に独立した自主防衛能力を持たせるかということに関してコンセンサスはないんです、うん、で少なくとも国務省とペンタゴンの日本担当官、うんうん、それから日米関係でいつも活躍しているアーミティッジとか、うん、ケビン・メアとか、うん、ジョセフ・ナイとか、うん、ああいう連中はもちろんさせたくないわけですよ、うん、だってそしたら要するに日本政府はいつまでたってもアメリカの言っちゃ悪いけど言いなりになるわけでしょ、うんうん、でもちろんアーミティッジにしてもないにしても、それから国務省と国防省の日本部長にしてもそういう関係がとっても気持ちいいわけですよ、うんうん、だけど先ほど言いましたようにスコークロフトとかキシンジャーとか、うん、ミア・サイマーとかウォルトとか、うん、そういう人たちはこれって長続きしないんじゃないのと、うん、そうするとグランドストラテジーレベル の、うん、分析と、それから毎日日米関係を、うん、取り扱ってるジャパンハンドとかジャパノロジストレベル の、うん、ジャッジメント、うん、判断がもうものすごいギャップがあって、それで僕がすごくワシントンに住んでて不思議なのは、日本のほとんどの知米派とか親米派っていう人たちはそういう日本をずっと支配し続けたいと言ってるジャパンハンドの言うことしか聞かないんですね。で言っちゃ悪いけど、人たちはもうやっぱグランドストラテジストレベル の、 本とか論文とかあんまり読まないんじゃないかと。でそこで問題なのは、だからアメリカ自身もこの東アジアと中東を両方とも支配するっていうのは長続きしないなと薄々と感じている人が増えてるんですけれども、それと同時に日本を担当する人たちは日本に独立させたくないと、はい、それとまた、核武装論のチャンスでもあるわけでしょ、今日本がね、中関係を含めてそういう声が日本の中で動き出すことによってアメリカの方も対応がこう動いてくるっていうね。そうです、そうです。主導権を我々がどっかで握りたいというのを感じますね、今の。もう一つね、ちょっと最後にね、時間がなくなっちゃったんで、アメリカの内情に詳しい伊藤さんに聞きたいのは、その、聞くのが怖い質問でもあるんですけれども、この
いわゆるですね、その日本にもうちょっと独立強くしてもいいというね、まあ、他極化を多少容認する勢力と、あるいはその今まで通り日本を支配覇権手放さないとという勢力は一体どっちが優勢なんですか。それは今のワシントンではもちろん日本に独立させるなという方が、だってその方が都合がいいんだから、しかも日本に独立させちゃったらアメリカの中国に対する発言力もっと影響力も減るんですよ。本当だね。要するにアメリカとしては日本を押さえつけてるのは誰だと思ってるんだと、ね、で中国が日本と独自にやることは許せないと。だから日本に対して中国が何かやりたかったらアメリカを通してやれと、もしくはアメリカのイエスというものをなしに中国が勝手なことやるなと。だから今の状態を続けておく方法が彼らにとって、国務省とペンタゴンにとっては都合がいいんですけれども、問題はそういう状態が長続きしますかというのが問題なわけです。それと我々の国益上ね、長期的にそれがいいのかっていう、そういう決断を迫られてるわけですよね。日本もどさくさで早く自衛隊を国軍に核武装という早いステップが今のチャンスなんじゃないですか。アメリカの、ね、金融政策が、まあ、行き詰まるかもしれない2016年以降がもしかしたらチャンスかもしれないと考えていいんですかね。っていうか、あの日本がもう一度まともな国家、普通の国家に戻るあの時期が迫っていくということだと思います。じゃあ今から心の準備だけは怠らないようにしたいですね。はい、いや本当今日は貴重な話をありがとうございました。